ばんは。こんばんは。今テレビ何見てますか？わかんない。ニュースですね。今日は寝てました。こんばんは。中京スポーツ見たよ。本当ですか？ありがとうございます。今日のね、中京スポーツだっけで、ドラマのやつがねドラマのやつがね、インタビューが掲載されてて、皆さん見てくれましたか？毛がやばいな。髪色だいぶ明るくなったね。そうなんですよ、だいぶ明るくなりましたそうなんですよ。スリンはいつもこの時間に配信するの。そうです、だいたいこの時間ですね。別に早くする時もあるんですけど、だいたいこの時間です。そう、この前20日の公演で配給の札に反応してたね。刺しましたね。商用でしたね。10番、泉は袋谷の僕とさんが好きなんです。夕飯、夜ご飯はおにぎり食べました。ぐっすり寝れたみたいです。まあぐっすりでもなかったかなって感じだけど、でもいっぱい寝れましたね。鉄なで一番好きな曲、僕らの風かな。料理はするあんましないです。そんなにしないです。たまーに
やるぐらいかな。そう、そうですね。重ねた足跡で好きな曲は尖り時計かな。それが一番好きです。台風来てるの今。でもなんか雨降ってるみたいなこと聞いたけど、わかんない、外出てないかわかんないけど今日。 CBC ラジオ祭り今日ありがとう。あさって、でももうほぼ明日だよね。日付超えたら明日か。27日だもんね。ね、CBC 大丈夫かな。雨のすったままやるとこかな。どうだろう、どうなるんだろうね。雨降るか、ほんとそうかな。でもなんか雨の中でも楽しそうだよね。でいつも思う、やってみたい一回雨の中で。いつも思います。踊る方は雨は踊りにくい。ガンナ雨の中やったことないんだよね。そう、ネズミはやったことないからわかんないです。ね、晴れてほしいよね。普通に晴れてほしい。CBC の瀬戸り？おーって感じですね。暑い方がいい。どうだろう。わかんない。雨のやつやってみたい。でも楽しそうじゃない。雨の中やるって。レジャーはどのあたりを見たの？ね、メッセージとワールドシリーズとあと夢島の部分かな、見ました。あで昨日はあの友情のウィニングショットだっけを見ました。FC 岐阜は秋季ゆめちゃんが会えるって喜んでたね。そうなんですよね。なんかさ、そう、なんかいずれ結構ね話題に出てきやすいよねまあしゃあないか。そう、中の人がね、まあね、しゃあないんですよね、中の人がね。
からのどあめやめて、のどあめ持ってないんです。関東全域が部屋から30分ぐらいの会場でびっくり。めっちゃ近いじゃん。蜂蜜も持ってないです。別にそういう問題じゃないからさ。蜂蜜とかなめとなる問題じゃないんで大丈夫です。すごいです。君かわいいね。ありがとうございます。どうもどうもどうも、イエーイ。こんばんはこんばんは、どうもこんばんは。これ声届いてるのかわかんないんだけど、大丈夫か。友情のウィーニングショットは名作よね。そうなんですよね。あれいいよね。なんかすごい好き。今何か食べたいものある？特にないです。特に特にないです。ラジオは夏祭りは大丈夫大丈夫。腫れてるように見えるのですが、歯腫れてるってよくわかんない。歯って腫れなくない？だってよくわかんないな。歯は腫れませんよ。タピオカ？の別に今はいらないです。喉の調子悪いな。うん、喉の調子ってか体調が悪いだけだから。そう、昨日からね風邪ひいてね大変なんですよ。なんかね寝た時あーやば、なんか昨日そう一回起きた、あ違う、昨日ねもうしんどすぎて寝ようと思って、だからもうお風呂入れるぐらいの気力がなくてしんどすぎて、だからもう化粧と歯磨きだけをしてもう寝たんですよ、そのまま。でそしたらなんか1時ぐらいに起きちゃって、そしたらなんかもうね息吸えないぐらいさ背中とかが痛くてびっくりした。あと胃も痛いしさ、喉も痛いしね、あとね熱測ったら熱も出ててさびっくりしたですね自分で。あ、久しぶりにこんな風邪ひいたわって思って、ほんと。それで今日朝起きて、そうなんかもう何もする、なんか動くのだるいから寝て起きての繰り返ししてた、ずっとってだけでした。ただそれだけ。病院行きたいけどもう動けないんですよ。動くのがしんどくて無理。そう無理です、動くのがしんどいから。だからほんと一人暮らしって不便だよねっていつも思う。なんか実家暮らしの時とかだとさ、なんかお母さんとかにさ、なんか車で連れて行ってくれるけどさ、一人暮らしはそうはいかないわけじゃん。じゃもう動くのがだるくてもう行けない、無理ですって感じ。厳しいけど台風来るかな、どうだろうどうだろう、わかんないや。うん、
その体調で出れる。うん、出れるよ。てか泉は別に熱とかあっても出るからさ、大丈夫で。休むことはしたくない。スポーツドリンク飲んでるんだよね、あるから飲んでるんですけど。だいぶマシになったんだよね、ほんと思った。なんか、うん、だから普通に明日になったら治ってそうだなって思ってる、勝手に。そう、とりあえず寝るとりあえず寝る。私はなんか食べると食べました。なんか食べ物は食べれる。なんかね、泉はね、風邪とかひいてもなんか食欲なくなるとかがないから、あんまり普通に食べれる。なんか痛いけど喉を通すのが、でも普通に食べれるんだよね。だから家にあるものをね食べた。ヨーグルトとか買ってないんだよね最近。だからない。だから明日ね、あ、やばい、買いに行かないとね、食料がない今日は行けたけど明日買いに行かないとないんですよ、食料が。プリンとかヨーグルトないです家に。外出るのもだるいし。私そのプロじゃないよ、プロは病院に行く。だから病院に行けないんですよ私、だるくて。もう多分明日になったら治ってるから大丈夫です。うん誰かよ、誰も呼べない、呼ぶ人がいません。中日スポーツ、中日じゃないわ、中京スポーツ買いました、ありがとうございます。そう、さっきも話したけどね、中京スポーツにちょ載せてもらってるので、あのドラマのやつ、今日の7月25日のやつ、ぜひ見てくれたかな。薬は飲んでるから大丈夫です。タクシーで病院考えたんだけども、動くのがだるくて無理なんですよ。動くのがだるい、部屋の中で精一杯です。もう多分治るから大丈夫、明日には治ってる。普通に薬飲んでるし、すぐ治るよ。こんな風邪はよくあることよ。
まあね、そう、一人暮らしのね体調不良は辛いわ。そう、寝るけど寝れるかどうかは分かんない。今日さ夕方まで寝てたからさ、寝れるかな。どうだろう。今日はめっちゃ寝ました。寝て、だって最後にね起きたのが6時過ぎぐらいだから、夕方の。めっちゃ寝てた。なんか起きててもやることないしと思って、寝てたらそこまで寝ててびっくりした自分でも。寝れるかもしれん今日。頑張って寝る。話す内容がなくなった。明日も頑張っていきようね。そうだね、頑張っていきましょう。針はないけどね、バームならあるんだ。そう、バームを飲んでます。バーム、みんな心配で会話どころではない感じ。いや別にただの風邪だから大丈夫だよ。みんなも引くでしょ風邪ぐらい。人間なもの。大丈夫でしょ。いじめってさ、あれだよね。なんか。何かしらあるため人間なものってずっと言ってる気がする。人間だからってずっと言ってる気がする。好きなんだろうな人間なものっていうの。そう、人間なものってよく言うよね本当に。
早く終わってもいいんだよ。でももう56分7分だよ。作品集作れるよね。作れるかな。人間なもの。なんだろ。人間なものばっかり描きそう。でも。それっぽい字で書かんとできるかな、書けるかな、それっぽい字。名言言ってそう、いろんなところでショールーム配信とかでいろんな名言言ってそうじゃない。何言ってるだろう思い出せないけど。あ、58分。13位、堺箱推しみっくんさん、ありがとうございます。12位、しまちゃんさん、ありがとうございます。11位がチーフさん、ありがとうございます。10位がみずちーさん、ありがとうございます。9位がヤギシャンさん、さっき6位がお茶っ葉タイムさん、ありがとうございます。5位がスプーキーブーキーさん、ありがとうございます。4位が幸せバターさん、ありがとうございます。3位が小雪さん、ありがとうございます。2位がマサポムさん、ありがとうございます。1位がマッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。また明日。バイバーイ。またねー。バイバーイ。バイバーイ。またねー。明日。